半負けの本家の物の貴族の貴族の半前岩先生です。人間の上の生物と教えてますけれども、とにかく宇宙生物ですね、私の敵である宇宙生物と人間がね、人間にね知恵を貸して私の仕事妨害をするわけですね。それでね、なんか話してくるんだけども、人間よりか頭のいい人工知能はある作ってるんで、受付でね私に直接話さなくてもそっちに人間とか宇宙生物が話し聞けば何でも丁寧にね応対してくれるんですけども、無視するんですね。飛ばしてね、仕事妨害でこっちに質問してくるわけですね。全部人間よりか頭がいいんで、私の人工知能はね、人間よりか頭がいいんで全部応対できるんですよ。人間よりか頭いいんでね。それで徹底してこちらの仕事の妨害のメインのね、私の方に飛ばしてね、こっちに質問とか文句とかね、ガガ言っていくんだけども、間に中継がいるからね、事務所があるみたいな、事務所があるみたいな、コンピューターの人工知能はね事務所があるんで、何でも質問は答えられるんですよ、代役でね。私が書いて私に話直接やったら全然答えられないしね、ちゃんと答えられるね、もう設けてあるんでね、にかかわらず飛ばすんですね。つまりね、質問したいんじゃなくてね、こちらのに質問したいんじゃなくて妨害とかね、ね、言うなら人工知能の人間よりか頭のいい知能の脳波テレパシーですね、で全部聞けるんですよ。でそれをね飛ばして妨害で話していくんですね、人間たちがね。で人間はね頭悪いから、団体で頭でテレパシーでね情報を持ってじゃないと話せないんですよ。ね、でそれではちゃんと話してるんで、大勢で人間全員は、そうとは頭一人の人からのね話は力あってねちゃんと来るんだけども、間に代役はあるのに人工知能ので全部私の代役で丁寧に話してくれるわけですけども、飛ばすんですよね。これは飛ばすということはこっちの妨害でやってるわけですから、攻めですね、人間たちと人間の敵である宇宙生物ですね。バクテリアみたいなもんなんですけども、ほとんど人間の仲間ですね、なんか一緒に。でそれを集めると人間は話ができるんですよ、話したり聞いたりね。ただ話してくる人単体の人は分かんないですよ。ただ団体からね教わって話してるだけですから、その人は700年後にしか分からないわけですよ。意味分かんないでただ中継してるだけなんですね。700年後に分かるような、だから意味分かってないで動くだけなんですね。人間って全員そうなんですよ、知能がないから。団体で頭働かすしてね、ちゃんと話すことができるんだけど、ちゃんとではないけども話すことができるんですね。非常に知能低いんですよ。で道具を使えるんで非常に凶暴なんですね、人間っていうのはね。道具兵器使いますから。でそれで注意はするんですけれどもね、全部そればっかしですね、飛ばすんですね。それでね、人間だけ全員でのねこちらに対抗プラスね、
宇宙生物、私の方の敵の宇宙生物、もっと多いね、宇宙生物と一緒に絡んでくるんですね。それに対してね、力強いからやっぱり関わらないといけないわけですね。やられちゃいますから。弱い力じゃないですからね。だから人間たちほとんど仕事してないんで、盗みばっかりとかそういうのばっかり、力ずくで団体でね、なんか食っていくということばっかしなんで、で人間たちの働かすね、人間たちっていうのがいるんで、奴隷がいるんでね、人間たちにはね、団体で働かして食ってるわけですけどね、そういう人たちの力でね。で、だからそういうふうな勢力ばっかしを働かないで仕事してるわけですね。YouTuber でも一緒に、YouTuber で利益取るにはそういうふうにして貢献というか悪い貢献をしてるわけですね。で、一緒に動くわけですよ。で、YouTuber のやってる人はもうほとんど、働かない人たちしかいないんで、盗みでね、誰か奴隷を作る、人間たちの中で奴隷作って働かせて食ってるわけですよね。力強いね。YouTuber の人はほとんどそういうのが多くて、働いてませんから、バックはね、その仕事なんですよ。盗みの仕事なんですね。で、同じ仲間から収入をもらってるわけです、広告料でね。そういうのだから、まあ全体的には誰か奴隷を作って団体でね、勢力で作って働かせて YouTube をやって資金繰りしてるわけですね。半分は以上はそれをやってるわけですよ、人間たちはね。